ポール・スターリングでヨングは、アメリカ合衆国フロリダ州オーランド出身の、プロ野球選手、ウト右ミギ MLB のセントルイス・カージナルス所属。2014年の MLB ドラフト38巡目で、ピッツバーグパイレーツから指名されたが、この時は入団しなかった。2015年の MLB ドラフト4巡目で、セントルイス・カージナルスから指名され、プロ入り。契約後、 参加のアパラチアンリーグのルーキー級、ジョンソンシティカージナルスから始まり、A 級ピオリアチーフスでもプレーし、2球団合計で66試合に出場して打率。316、9本類だ、41打点、13盗塁を記録した。2016年は、A 級スプリングフィールドカージナルスでプレーし、132試合に出場して打率。260、22本塁打。 73打点、3盗塁を記録した。シーズン途中には、テキサスリーグのオールスターのメンバーに選出された。オフには、アリゾナフォールリーグに参加し、グレンデールデザートドックスに所属した。2017年は、開幕を、トリプル A 級メンフィスレッドバーズで迎えた。5月28日に、コルテンウォンの故障者リスト入りに伴って、メジャー契約を結んで、アクティブロースター入りした。 メジャーデビューとなった同日のコロラドロッキーズ戦では9回表に代打で登場し、クレッグ・ホランドから初打席本塁打を記録した。最初は二塁手として出場していたが、6月下旬からはアレドミスディアスに代わり声優劇手となった。最終的に108試合で打率、285、25本塁打、65打点という成績を残し、新人王投票では、 コディベリンジャーに次ぐ2位に入った。25本類だは、新人遊撃手としては、史上5人目の快挙であった。2018年3月5日、2023年までの6年、総額2600万ドルで契約延長した。MLB 所属1年未満の選手としては、史上最高額の契約となった。5月17日のフィラデルフィアフィリーズ戦で、ルイスガルシアから支給を受けて、 左手を骨折し、故障者リストに登録され、その後45試合を欠場した。このシーズンは115試合に出場し、打率、241.19本塁打、68打点、オプス、746などを記録した。2019年には、ハビアーバイズの控えとして、オールスターゲームに初選出された。このシーズンは159試合に出場し、打率、 233.30本塁打78打点、オプス762などを記録した。守備では、守備率989という好成績で、トレバーストーリーらを抑えて遊撃手として両リーグ1位だった。2020年はコビット1 9の影響でシーズンの開幕が大幅に遅れる中、7月の開幕戦から出場していたものの、 球団内での大規模な COVID-19 感染に巻き込まれて自身も感染し多くの試合を欠場した。2021年5月14日に肋骨骨折で10日間の故障者リスト入りとなった。ありがとうございます。